それではセリフの掛け合いもやってみたいと思います。はい、はい、そう、りょうくん入ってもいい？ちょっと話したいことがあるの。この句読点のところでちょっとお休みしながらちょっと言ってみましょうか、はい、で、じゅんくん入ってもいい？ちょっと話したいことがあるの。野球嫌いになったの？っていうふうに。じゅんくん入ってもいい？ちょっと話したいことがあるの。野球嫌いになったの？そうです。で、その間合いができたので今度は投げかける相手をじゅんくんにしてください。じゅんくん、はい、はい、じゅんくんに向かって言いますので、はい、じゅんくん入ってもいい？で、この投げかけがあったらとてもいいなと思います。はい、じゅんくん入ってもいい？ちょっと話したいことがあるの。野球嫌いになったの？嘘、じゅんくん嘘ついてる。感情を、このセリフを言っている人になりきってこう言ってやるっていうのがすごく大事で、はいはい、自分の中で思うこと、はい、思うこと、はいはい、あと相手に対して投げることっていうのがこの交互でできるとすごくいいなと思います、はいはい、意外と難しいなと思いました。なんかこう走るようにこう読んじゃったりしますよ ね、 そ、 すね、はいはい、その止めてやることっていうので、はい、すごくこう自分の中でセリフも言いやすくなったりとか、うん、で聞き手の方にもすごく聞きやすくなるのですごく良いと思います。はい、ありがとうございます、はい。